というわけで、ようもももまい世界初アニメチックアイドルアニソン DJ リアルバーチャル YouTuber のももちみなみだもっち。皆さん、もっちはーもっちはーありがとうございます。はい、というわけで今日もっちはなんと生もっち散歩横浜中華街に来ているもっち。ありがとうございます、ありがとうございます。なんてね、雨が上がってめちゃくちゃ涼しくって、あ、もっちはありがとうございます。テータさん、ブライアンさん、ありがとうもっち、ありがとうございます。はい、今ですね、横浜市は中区、小堂さん、ベビオさん、ブライアンさん、ありがとうもっち、もっちもっちはい、というわけですね、この横浜県、違う、横浜県じゃない、神奈川県横浜市中区におります。最寄り駅は JR の石川町駅、あと日本大通り、みなとみらい線の日本大通りから徒歩どれぐらいなのかな、5分とか、中華街駅の方だと8分ぐらいなのかな、まあ、あの ここだとあれだけど、中華街が長いので、あっち側の端っことこっち側の端っこでまた最寄り駅が違うっていうね、なんかややこしい感じになってますけど、ありがとうございます。電車中初乗り料金だ、やったねありがとうもっち、スパチャ助かってます、ありがとうございますもっち。はい、というわけで、こちらですね、横浜中華街の全輪門だったかな、あの何々門っていうのがね、あっちこっちにいっぱいあるんですよ。はい全輪門と何とか門と何とか門がいっぱいあります。はい、中華街って言うとね、メイン通りがあって、そこから横道だったり、もう一本先には関帝廟通り、そう、中華街ですよ。ありがとうございます。なんだっけ、タングさんが祀られている商売の神様があったりとか、あとはもう一つ関帝廟みたいな、何だったかなどうするでしょうか、女性の神様も確か祀られてると思います。神戸じゃないんですよ、横浜の中華街の中。はい、日曜日のね、この時間だから撮影しやすいかなと思ったのもっちなんですけど、意外と人がいて、あとこの横浜中華街駅から逆側、横浜中華街の方面といいますか、この先をまっすぐ行くと、なんと横浜公園っていうのがあって、あ、笹野さん、ありがとうもっち。横浜公園横浜スタジアム、いわゆるハマスタでございます。横浜ベイスターズさんが今試合をされていて、多分それが終わったら中華街にもドラッと来るかもしれないはい、というわけで、日曜の夜だからね、割とひっそりかなと思いきや、そうでもなかったりするかなって感じです。割とね、中華街はお店閉まるの早かったりするんですけど、はい、というわけでちょっと歩き出しましょう。早速ね、行ってみます。はい、中華街駅、中華街駅じゃない、横浜中華街のこの全輪門を出て、全輪門っていうとこかな、あ、もっちくんさん、ありがとうございます。甘栗、気をつけます甘栗はちょっといろいろあります。でもあんまりね、もうお店は開いてないと思います。はい、ここ、加賀町警察署かな。はい、目の前に警察署があります。なんかちょっとね、モダンな、なんか横浜っぽい感じの建物の警察署があって、ね、中華街の安全を守ってくれてるんだと思います。坂本さん、ありがとうもっち。はい、というわけで横断歩道ね、渡ります。どうしよう、ここでもっち、はめられたらどうする、さあ、終了。はい、ねえ、ここに、ここですよ、多分全部のものって言うんだと思う。それぞれのね、こうやってお名前が入っていて、いいでね、甘栗屋さんがこうお出迎えなんですが、もう閉店してます。こっちは開いてます。はい、もちここのね、アンニーソフトをね、食べたことがあるもんです。はい、すごい美味しかった、滑らかでね、んヘルメットじゃないのほんとにね、そう、甘栗屋さんはなんかその中華街のなんとか中華街協会みたいな、
ィシャルの公式甘栗店の、あのアンオフィシャル甘栗ショップがありますので、あの売りつけてくるのはアンオフィシャルらしいのです。ユニオンさんありがとう。あ、前回沼津見てありがとうございます。なんか外配信楽しいなと思って気に入ってしまった。はい、あ、まだねこのメイン通り結構食べ放題屋さんが多くって初見です。ありがとうございます。そうなんだよね。あははは、にぎやかだね。こういう食べ歩きのお店屋さんまだ見てるね。なんだろう、北京ダックロール巻き、北京ダックロール巻き、タピオカとか、あの台湾風唐揚げ、ラージーパイっていうのがね、結構流行ってるらしいですよ。結構やっぱりもう閉まってはいるものの、すごい後ろの声がすごいな。閉まってるけど、まだほらこういうね、バイクがお土産屋さんあったりとか、マンチンロー、マンチンロー、上がレストランになって、下はお土産ショップになっています。姿勢がね、やばいマジだ。はい。ここもね、すごいあの高級なお店ですよ。入りませんけど。はい。にぎやかだよね。すごいお店の中もなんかね、色調が赤で、赤と金で高級感があるんですよ。マンチンロンバイト。中国語っぽく読んでみた。はい、今日の高級料理でね、すごい有名で、確か冷凍のなんか中華まんとかも売ってたすごい。タピオカ、もうちここの通りですごく美味しくないお店3軒ぐらい知ってるけど、さすがに言うと失礼なんか言わないね。なんか高いお店はちゃんと美味しいけど、ちょっとお得っぽい感じはメイン通りは結構外します。あ、服部さんもありがとうございます。なんか食べたいね。びっくりした。やっぱり観光客の方がたくさん、ね、すごい割と年代的には若い人が多いのかな。美味しそう。お土産もあるし、まあ、お土産買ってもね、もっちほら、神奈川県民でございますもんね。何が美味しいんだろう。はい、そうね。ここあれですよ、ベビースター博物館。なんだっけ、ベビースターミュージアムがあるやつ、ね。でも多分あれはもう閉まっているね。お土産屋さんだけ開いてます。もう、いっぱい。桃回ってたら、あ、はい、はい、写真撮ってもいいですか。あ、いいよ。やった、今配信してるけどいい、映っちゃうよ。あ、じゃあちょっと撮って。オッケーオッケー、いいよ、撮ってる。なんか、真ん中出てもいいですか。真ん中出てもいいのよ。ちゃんとポージングして、ポージング、はい、一回じゃあこうやってこれでポージングしてもらっていいですか。ちょっと待って、もっちね、これをね、今持ってるからね、ちょっと待ってね。オッケー、こう、こう、こう、待って、もっちほら、今配信してんじゃん。はい、配信っすか。下に置いてもいい。あ、はい。映ってるけどいい？あ、全然全然。はい、皆さん、チャオ、ドンチンジャオでーす。ちょっと待って、ここに置いちゃおう。はい、いいよ。はい、はい、チーズ。いいね、もう一枚。え、お姉さん笑って、もっと笑っとるよ、ほら。あ、かわいい、かわいい。はい、ありがとう。はい、もう一回。じゃあギャルでいきましょう。あ、これでいきますか、これで。はい、あ、いいね。あー、いいよ。はい、イエーイ、はい、ありがとうございます。 SNS にあげたい。これ何ですか。なんていう配信ですか。ももちみなみチャンネルです。あ、ももちみなみチャンネルですか。はい、あの、桃の桃に、あ、桃の桃、ピンチの桃に、はい、知識の知識するっていう、はい、みなみはひらがなです。はい、はい、検索してください。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ、もっち、またね。バイバイ、もっち、もっち、もっち。楽しいね。ふれあいもっち旅ですね。なんかさ、食べ歩きのお店いっぱいあるから、ちょっと姉ちゃん見て。ワンフーチンは知ってる。ワンフーチンは美味しいよ。陽キャの皆さんでした、ありがとうございます。ワンフーチン、ん、
フーチュン美味しいはず。多分。多分美味しいはず。なんだろう。あ、見て。カゴより大きいラージパイ。モッチの会話で大きかった。すごい。どうしよう。あ、こんにちは。こんにちは。今配信してました。こんにちは。こんにちは。何が美味しい？はい、こちら上海ビートパン美味しいです。上海ビートパン。はい。何の肉？これは豚肉。豚肉です。鶏肉はザチパイです。鶏肉はザチパイ。胡椒餅は辛い。胡椒餅美味しい。これは違うもの？違うやつ？違うやつです。味だけ違うの？いや、全然違います。あ、全然違うんだ。はい、そうです。でもこっちがおすすめ？あ、どっちも美味しいだけど、うんうん、どっちかっていうとどっちかっていうとどっち？胡椒餅もいいですよ。結構人気ありますね。大きい？それ5、6人。あ、カレーパンみたいなやつだ。あ、ごめんなさい、こっちも。はい、はい、胡椒餅だって。ワンフーチーさんはあの有名なお店ですよ。ちょっと待って、じゃあその胡椒餅を一個ください。胡椒餅いこう。うん、胡椒餅。もう置いてもいい。ビーフシチュー。はい。1000円。うん、お願いします。うん、飲み物も欲しいね。どっかで座って食べようか。もし配信してたら。ありがとう。あ、なんかね、袋ってね、ビニールみたいなの、はい、ここに入るよ。あ、それは入れるやつ。ありがとうございます。ありがとう、お待ち、いただきます。買いました。じゃじゃん、もちもち。あ、リュックだった。ちょっと待って、財布をしまうからちょっと待ってもち、うん、胡椒餅だって。これこれ食べたことないから気になるんだ。結構辛いのかな、胡椒餅。よし、後でスペシャル撮ろう。さっきね、もちベンチ見つけたから、後でそこに戻って食べたいと思います。ここに来て逆に余る。どうしよう。なんかタピオカかなんかがいいかな。お腹空いてきた。美味しいといいな。結構思ったよりさ、お餅っていうからちっちゃいのかなと思ったら、カレーパンサイズだったの。結構500円ってよく考えたらデパ地下っぽいけど、きっと美味しいと思います。はは、占いだって。占い屋さん多いよね、中華街ね。でもほら、もっちこの間ね、南崎ピンクちゃんに見てもらったし、本当に食べ放題のお店すっごいある。でもこれは結構ギャンブルなはずですよ。もっち何回かギャンブルに負けているので。でもきっと美味しいお店はあると思う、もっちなんだけど、もっちはこのメイン通りの食べ放題屋さんは失敗しかしてないんで。こんにちは。聞こえなかった。なんか言われたけど。笑ってごまかしてしまった。あ、道路発ですか。シャッターが閉まっていたりとか、全然営業してたりとかね、いろいろですけど。あ、でも走行していると中華街の奥に来てるしね。どうしよう。あの、優柔不断すぎて止められないな。あ、またワンフーちゃんが。あ、すいません、車が来てた。そうだ、車道を歩いてたの。ありがとう、拉致されちゃうね、拉致現場を。こんなに。あ、聞いたことある、チャーシューメロンパンだって。こっちにすればよかった。
塩メロンパン。甘じょっぱいの絶対美味しいよね。チャーシューメロンパン。どうもありがとうございます。どうしよう。あ、こんにちは。あ、子供がいる。メロメロメロン、そう。今度姫めとデートするのち。あ、そう、当たり引くつもりですよ、もちろん。いやいや。マンゴーメロンパン、これはマンゴーメロンパンの方が美味しいですね。どうしよう。あ、ここがですね、市場通りでございます。市場通りのお店は、なんかね、前、まなみちゃんとか一緒に2軒ぐらい行ったことあるんですけど、この間行ったことも一緒に行って、この通りは当たりが多い気がする。うん。あとこの1本向こうの関帝廟通りのもうちょっと先とかにもまた出てきたワンフーズの、はい。どうしようかな。配信してるとこうね、食べ歩きが片手になってしまうのでちょっと難しいんだよね。あ、こんにちは。あ、占い。今日はでももっち見てもらったことないよね。みんな手相占いとかしたかったっけ。私なんか小学校の時に、小学校かな、なんか占い小屋みたいなとこに友達と行ったんだけどさ、占い師のおじいちゃんの滑舌が悪すぎて、なんて言ってるか全く分かんなくって、あの本当になんか2000円ドブに捨ててしまい、そうなんだよね。ここはマサムネ、ママ。ママ先輩、違うな、三千杯、何三千杯って何だろう、三千杯って何だろう。こんにちは。焼き小籠包なのかな。あ、焼き小籠包、はい、どうもこんにちは。あ、これこれは見て見て、美味しそう。え、待って、マスカット飴とかある。もっとさ、お祭りでリンゴ飴食べそびれたんだよね。中で食べるとかないよね。あ、もう終わってた、営業終わってるみたい、残念。マスカット飴とか買えるのかな。もっち、あと少しお小遣い持ってるからね。どうしよう、後で戻ってきて買おうと思ったら多分お店しまうからね。一応奥まで行ってみよう。かわいい、かわいい。こんにちは。バイバイ。パンチタピオカちゃんもこんにちは。マジシャンいないから、マジシャンいるの。どうしよう、この豚まんの江戸生産も美味しいのっちゃね。こんにちは。今まで通った中にすごく美味しくないお店があるんですけど、それはどこだったの。バナンね。ここはないよね。宝天閣、宝天閣さんもきっとなんか、そうそう、あ、そうだ、ここ、この宝天閣さん、ここに1軒あって、このもう一つ隣にも新しくて綺麗なお店があるんだけど、閉まりかけていますよ、ね。あ、うん、この辺に来ると開いてるお店がないのかもしれない。そこ抜けたとこに行くと、あ、センターだったのがビーゴになってる。大きいゲームセンターがこの中華街を抜けるとありまして、抜けるとというか、どっちが正面入り口なのかちょっと定かではないんですが、元町中華街駅からこの横浜中華街に来ようと思うと、こっちが正面入り口みたいな意味になると思うんですけど、石川町駅、JR の石川町駅から中華街に行こうと思うと、今さっきもっちがスタートした地点が正面入り口って感じになると思うから、
どっちかどっち持ちなのか定かではございません。はい、あ、また出てきたわ、ふうち。早く食べなければ、黒胡椒餅。ここがもうおしまい地点です。そう、朝陽門だ、朝陽門。多分でもこっちがメインなのかな。どうなんだろうね。はい、後ろ見える？朝陽門っていうとこです。こっちもね、あの中華街のメイン通りの何、端っこと端っこまで今来ました。お、危ない。こっちに来たらなんかね、あのチェーン店の喫茶店とかもあって、サンマルクカフェとかベローチとか、最近ベローチも Wi-Fi が使えたりするから便利になりましたね。はい、前セガだったんだけど、いい子になっとる。日本料理と時代の移り変わりでございますでしょうか。はい、というわけで中華街を西から東なのかな。はい、ここでございます。食べちゃった。あっちはい、中華街朝陽門です。多分ね、こう右に曲がると横浜中華街駅に降りる地下鉄の降り口がありますです。はい、というわけでちょっとのれんつを買いたいですね。あ、大きい駐車場もあります。土日祝日最大料金見てください。バイバイ。かわいい。またね。プリキュアです。嘘です。バイバーイ。早かった。また嘘をついてしまった。ちゃんと嘘でしたから。マッチマッチ、あ、ごめんなさいね。はい、というわけで来た道は今戻っています。うんうん、あ、ここを左に行きますと何だったかな、あの関帝廟みたいな関帝廟みたいなやつがなんかあるんだけど、あ、そうだ、マソ廟、マソ廟、マソ廟ですよ。あ、どうぞどうぞお通りください。マソ廟っていうね、マソさんっていう確か女の女性の神様をなんか祀ってたような気がする。皆さんぜひ調べてください。こっちもね、ちょっといろんなお店があったりとか、質屋さんとかもねあったりする。あ、崎陽軒だ、崎陽軒、崎陽軒。多分中華街のお店のうち多分2割ぐらいしかこの時間帯はもう営業してないのかもね。マッチー、バイバイ。胡椒餅は買ったんですよ。胡椒餅買ったんですか。あ、じゃあ胡椒餅は他
をください。はい、はい、あ、やっぱりタピオカよりイチゴラテにします。あ、でもいい、イチゴラテにしてもいい、ありがとう。一生懸命こっちのイチゴミルクタピオカフルーツを作ってくれます。ちょっと待って、私今日休んでんだからあげます。あ、なんかあのグループデートみたいな人たちがバイバイしている。自分の顔あげません、あげません、あげません、人気なんであげれません。どうしても落ちるな、鏡のせい。
一部あるのゴミで竹串がその辺に捨てられるから超困る。そしてベタベタすると怒ってくる。あ、またなんか来た。あのズン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 ドコみたいな車が来た。ズンドコカーが来たよ。すごいね。何これすごい。かっこいいね。あれがアメ車というやつですか。ハロー。すごかった、ズンドコカー見たみんな。あれでもね、きっと高いんでしょ。ねえ、揚州飯店。揚州飯店ってなんかあれチェーン店じゃなかったっけ。あれあれはまた違う。うわ、おいしい。かき氷のなんか台湾かき氷みたいなやつ、反射して全然映らない。いろいろあるね。なんかお友達とかと一緒に来たらさ、いろいろ分けて食べ歩きでいるといいんだろうけどな。ちょっと待って人多いね。そろそろ野球が終わって野球民族たちが中華街に来るのかしら。どうしようどうしよう。とりあえず、あ、大丈夫です、怖くないですよ。びっくりさせてしまった、こっち。申し訳ない。ちょっとね、ベンチがあるとこまで今歩いてます。わー、なんか高そうな車。これね、貸し切りとかにしてんのかな。絶対お高いやつ。気持ち、非常にいいですね。これね。マスカットアメも食べたいけど、これはまたまた今度来よう。ね、マスカットアメとイチゴアメは次に買いたいと思います。今日は黒胡椒モッツとこのイチゴミルクラテを、イチゴミルクラテ、イチゴラテ、ラテが牛乳のあの意味だよね。これね、タピオカ入りイチゴラテをいただきたいと思います。わー、車が結構、もうおしゃれな車が多いですね。何買うの？配色がすごい、なんかあのすごいステレオタイプのタクシーの色だったんだけど、軽自動車のサイズだけど、なんか外車っぽかった。わー、元祖フカヒレマンの、なんだ、構成、なんて読むのかな、なんかフカヒレマンっていうのがいる。なにこれ。見て見てね。じゃじゃーん。わはは。マッチ。光の具合が見てる。かな。マッチ。あ、いい感じ。スクショタイム。もうお店閉まっちゃってるからこちらでお買い物はできないようなんですね。強そう。なんかちょっとあのあの人なんだっけ、あの変態仮面さんみたいね。お似合いだったな。あ、フカヒレスープとかもあるよ。使ういいね。ちょっと使ってみよう。先にね、フカヒレマン。マッチ。いや、ロック。ロック様じゃない。まあ、中華街のね、このメイン通り、あの、バイクとか、車のバイクもね、こうやって、あれ、気をつけないとね、持ってて。そう。あ、鈴木亮平さん。そう、モッチはテセウスの船から、鈴木亮平さんが好きになっちゃう。だいたいね、お店が閉まってきてます、もちですが。てててん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 。こんにちは。椅子空いてた。こんにちは。暗いね、でもね。ちょっと薄暗いけどいいか。スマホ置けるかな。座っちゃおう。大丈夫です。少し変わってね。禁煙。はい。タバコは吸わないです。
あ、かわいい。なんか背景が映える感じ。100人。100人とか。今度はもうちょっと背が高いスマホ棒を持ってこよう。ここに、どうしようかな。ここに置いて大丈夫？で、今ベンチに置きましたが、近いな。近い道ですね。ベンチの長さが本当になんかカップル専用みたいな二人掛けぐらいのサイズ感なのですが、あ、あっちにしよう。今人がいなくなったので、じゃあ、あれ？なんかこれ、なんかこっちにします。よいしょ。広い方が開けまして。よいしょ。待って。ちょっと待ってね。今一生懸命スマホ棒を固定しようとしているんですが、あれ？まっすぐじゃないのかな？危ないかな？いや、わあ、怖っ。近っ。よいしょ。あ、いけた。倒れたら怖いけど。いけそう。よし、やったー。ちょっと人がいないので、もうマスク取ってあります。スカートが危ない。この辺がいいかな。あ、いい感じ。もっちもっち。よし。はい。というわけで、先ほど、なんだっけ。マスクを見てみよう。あ、そうか。あ、まだあったかーい。ワンフーチンにして、ワンフーチンの、ちゃんと書いてある、ありがとう。ワンフーチンの、こしょうもっちー、イェイイェイ。消毒してきたので、手を洗わなくても大丈夫かなと思います。早速、いただきたいと思いまーす。イェイ。おはは。楽しいね。さあ、なんかあれ見た。サンエックスの焦げパンみたいなの。超めっちゃゴマがついてるよ。わかる？めっちゃゴマいっぱいの、これ揚げてるのかな。でも揚げてる感じのような、焼き揚げ。もう全然サラッとしてて、油っぽい、ベトベトは全くなくて、焼いたのかな。なんか焼いたのかな。マッチ。ちょっとね、大きいので割ってみたいと思う。あ、硬い。こう、結構なフランスパンより柔らかいのかな。せーの、いやあ、きょこんな、あ、すごい入ってる。あ、逆さまだった。こんな感じの、見える？めっちゃ入っとるよ。もっち、おいしそうじゃない？あ、すごいね、すごいね。具がたくさん。ちょっと一回閉じて、だんだん袋に戻して。テーブルがないからちょっと食べづらいもっちでございます。お外で食べられるのもいいですね。ちょっともっちのお口に入るサイズにアレンジしたいと思います。はい、すごいよ。なんかね、大きいミンチじゃなくて、小さく切ったゴロゴロお肉が、あ、危ない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 、うるさいね。危ない、落ちた。よいしょ、戻した、埋めた。こんな感じ。すごい、具が多いやつだよ。いや、ワンフーチンさんのコショウもっち、反対だった。こっちもいただきまーす。もちもち。もちくん、おいしい。あ、胡椒の辛さが結構スパイシーなやつなんだけど、なんか外側ふわふわのパンみたいな、
ふわのパン。ふわふわのパン。美味しい。あの、八角？あの、中華スパイスの八角っぽい味が結構強めかな。え、美味しい、これ。見て、すっごい具が多いよ。なんか5センチ角、もうちょっとあるかな。ぐらいのジューシーな豚肉と、なんだろう、ネギとかかな。なんかお野菜味はそんなに感じなくて、なんだろう、あの、例えるの難しいの。小籠包の感じとも全然違うし、あの、汁気がないからもっちにすごく食べやすい。もっち美味しいよ、これ。超スパイシー。小さと、なんだろうね、高級な豚まんの中身みたいな。開いてみたけど何が入ってるかもっちの目には定かではないです。なんか見える。このサイズいけちゃうかな。いってみよう。いただきます。味が染み出てきて、お肉のジューシーさとお肉のジューシーさとこのスパイスの香りが、こっちくん、おいしい。うん、いや、めっちゃ買った。そしてこのパンダに突き刺したストロー、パンダ印のワンホイッチ。こんばんは、みやちゃん、もっち。いちごミルク、いちごラテ、牛乳といちごとタピオカが入ってます。混ぜます。もっち。お口汚れてる。大丈夫か。大丈夫っぽいね。もっちゃんの混ぜたくてグリグリしてんだけど、パンダ虐待してるみたいなんて。あー、パンダさんごめん、もっちね。パンダのちょうど顔に刺してんだよ。
ない。タピオカ屋さんのタピオカの味。そしてよく見ると本当にナタデココもいっぱい入ってて、おいしい。もっちうまっ。飲む量の調整が難しい餅。え、美味しい。でもみんないい方ばっかりで、今ちょっと酔っ払いをされているかな。今お酒飲んできた。嫌だから安定剤飲んだ。あ、そうなの。メンヘラ。もっちが一緒だね。メンヘラ。体調は大丈夫？親も捨てられて、子供にも会えない。そうなの。それは寂しいね。結婚する予定だった男、付き合い審査しても捨てられ、ひどいね、それ大変だったね。で、死のうかどうしようかで、今日久々に占い来て、どうだった？あれだって、全然良くないって言うんですよ。やっぱその通りなんだなと思って、死にたくて。そんなこと。でもこんなもうち、こんな可愛いもうちに会えて。そうだよ、新しい出会いがあったじゃないですか。占いの人はそんなこと言うだけだった？こうやったら良くなるよとか言わなかったもっち？言わないの？それはひどいね。当たんないよ、そんなひどいこと言う人は。もっちにはわかります。でも3時間待った。ん？3時間待った、人気で。あ、人気で3時間。それはあれだよ、きっとね、あのメディアの情報に踊らされてるんだ。雑誌に広告出してただ人気になっただけだよ、そんなこと言う人は。そうなんですか。すごい、ももち。おうち、どこなの？おうちは横浜に住んでるの。こっからちょっと、もうちょっとあるんだけど。そうなんだ。そうだよ。でも絶対信じなくていいよ、そんなこと言う人。なんかそんなこと言うのはどうやったら変わりますかって教えてくれたらいいのにね。最悪。ひどいよね。許せないね。映る？ピースしたいんだけど、もち両手、両手に食べ物とか持ってます。あ、持ってくれるの？ありがとう。あ、優しいね。もちが入っ、光が入っちゃうから。大丈夫？いい感じの、映りいいとこ行こう。あ、
ここ？ここ？もむちどこがいい？もむちが好きなとこでいいよ。もむちが好きなとこ？どこだろう？どこ？あ、でもここちょっとほら後ろが綺麗じゃない？イエーイ！イエーイ！もむちイエーイ！イエーイ！イエーイ！ちょごめんね、もちの顔がでっかくて入んないね。もむちかわいい。イエーイ！イエーイ！イエーイ！ももちに出会えてよかった。本当だよ。私は あのお名前聞こうと思ったけど、今配信してるからコンプライアンス的にダメか。いいよ、みこと。みこちゃん、みこちゃん、みこちゃんだね。ももちゃんよろしく。よろしく、おんち。はい。イエイ。はい。ありがとう。ありがとう。あ、ムービーだったんだね。よかったよかった。取れてた？ん？取れてた？取れてた。よかった。何使ってもいいよ。なんか SNS やってたら載せてもいいし。まだあのしていいかどうかわかんないから載せてなかった。何でも大丈夫。もち顔でかいねやっぱ。ももち？もっち？ももちみなみ。ももち。うんね、あのね、もっちって呼ばれたり自分のことをもっちって呼んだりはするんだけど、本当の名前はももちみなみです。インスタにもいるよ。そうなんだ。うん、ももちみなみ。あ、ももがね、ピーチのもも、で漢字のももに知識の知っていうかの知り合いとかの知るっていう意味。それそれ。あ、一番上のやつ、それ。すごいじゃん。よろしくね。ありがとう。すごい。今日、今の配信のことは何も書いてないんだけど、うん、なんかいろいろ、TikTok も最近またやってないんだけど。毎週日曜日はね、YouTube してる。それ TikTok 友達と撮った時のやつだよ。へえ、歌舞伎町も行くの？歌舞伎町はあんまり行かないかな。あ、行った。ね、歌舞伎町のなんかカフェで DJ をしたよ、ちょっと前に。本当に。何が？うん、元気出た？死にたいよ。まあでも元気出さなくてもさ、いいからさ。でもほら、ちょっとすぐ非常階段の上行っちゃう。行かないで。もちのこと思い出して、そんな時は。別にさ、なんか明日楽しいことあるかなと思って、楽しいこととかあんまないけどさ、なんか食べたら美味しいとかさ、なんか食べた中華街で。ほんと、もちが半分に割った胡椒餅だったらあるけど、いる？全然申し訳ない、申し訳ない。美味しかったの、すごい。ちゃんと、あの、消毒した後も手で割ったから、もし食べてみたかったら。全然。もちいつまでいるの？もちはね、この後ね、官邸病の方ぐるっと回って帰ろうかなと思ってた。そうなんだ。うん。そうだよ。みこちゃんは割と近いの？ここは。遠かった？東神奈川。あ、あれか、横浜駅のちょっと先か。何？1個先。1個先。あ、そっか。じゃあまあまあ近いね。そか、またもっちあの中華街で配信してるかもしれないから来てよ。内容教えてよ。あ、ほんとね、配信してるから教えられないの今。残念。でも来週の日曜日もここで配信してると思う。来ないよ。何？来ないよ。来ない、ほんと？じゃあ、インスタはフォローしてくれたよね。じゃあ、もっちもフォローする。ありがとう。うん、それで OK？ ありがとう。ああ、ほら、変なことあるからさ、もっちみたいなのとさ、たまたまってこうやってお話ししたりとかさ。だから、あるリスク。リスクの後はないよ。めくられちゃった。こっち見てもいい？ないよ、全然。
私もないけど、私はもう百何十以上も飲んじゃうから。わあ、もう大丈夫。大丈夫だよ。なんかなんかさ、なんか美味しいもんでも食べよう。もっちもすごい落ち込む時あるけど、まああの一個一個考えても解決しないことはとりあえず忘れて何か食べよう。難しいね、もっちもなんてうまいこと言えないんだけどさ、こうやっておしゃべりすると楽しいじゃん。あのメッセージ送って DM して。もっちもないよ、 DM してんじゃん。ありがとう。うん、いつでもして。でもすぐ気づかないかもしれないけど、お返事するからさ。え、それでさ、LINE 送ってよ。あのね、LINE はね、ちょっとね、会社のやつだからこれできないんだよね。 DM で大丈夫だから。あ、事務所入ってんの？あ、事務所に入ってるの？事務所に入っているというかね、一応このアカウントはそういう感じになってるのかな。この携帯も？でも DM は携帯も？携帯は、ね、今配信しているから出せないし。でも大丈夫、インスタの DM でメッセージもっち受け取れるから。ありがとう。まあ、気をつけて帰ってよ。本当だよ。また会いましょう。仲良くなったらご飯行こう。まあ、行こう行こう。ありがとう、マッチ。気をつけてね。ほら、友達できた。イエーイ。かわいい。ニコちゃん、かわいいからニコニコしてて、マッチさん。ありがとう。マッチ、頑張る。会えて嬉しかった。ごめんね。全然。ごめんね、マッチこそ。前がよく見えないんだよ。目でっかいのに。ごめんね。気にしないで。あの、DM するね、じゃあ。うん、待ってる。じゃあね、気をつけてね。バイバイ。また会おうね。うん、バイバイ。頑張ってね。ありがとう、嬉しい。じゃあね。はい、お友達ができました。もっち、こういう時上手なことが全然言えなくてな、どうしたらいいのかなって思っちゃうんだけど。でもさ、みんなできてるだけで大変だよね。びっくりしちゃった。でもあの座っててあのベンチに座ってたもちなんですね、さっきもちは。そしたら急にお隣にあの女の方が座ったから、でもその女の方が座った先にもっちの、配信しているスマホスタンドがあったのであれどうしようって思ってたんですけど、でもね、すごい困ってて、ちょっと終わったらもっちフォローして DM を送ろうと思います。はい、というわけで、はい、ここはどこ？市場通りじゃないな、鑑定病通りの前まで行ってちょっとお別れしようかなと思います。ここはなんだ。でもさ、さっきのあれちょっとかわいそすぎない？占いでさ、運勢良くないだけ言ってさ、こうやったらあなたはもっと良くなりますよって言えないのってさ、ちょっとどうかと思いません？どうよね。その点夢岬ピンクちゃんはどうやったら改善できるっていうのをちゃんと教えてあげるって言ってたからな、そういうとこ、そういうとこの方がいいよな。ちょっとあれだよ、中華街は繁華街だからさ、観光地だからみんな黙っててもみんな来ちゃうし、きっとね、雑誌とかに載せてたらみんなここがいいんだと思って来ちゃうから。はあ、なんてこと。もうちょっとびっくりしたけど面白いね。なんかいろんな出会いがあるね、やっぱり外配信もね。はい、というわけでやってまいりました。ここ、レフレンのメイン通りから、鑑定病通りの方にね、一本抜けてる道を歩いている町なんですけど、あ、占い師になってね、もっちそう、もっちの親戚一人最近、占い師になった町なんですよ。親戚っていうか、ママもっちの、妹さん、ママもっちの妹さんが最近占い師になったらしくって。いやー、もっちもピンクちゃんに弟子入りするか。夢岬ももちとして。はい、というわけでやってきたよ。でてん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 
通り。はい。あ、違う、関天廟通りじゃない。ここが関天廟通りね。ね、ここが関羽さんが祀られている商売の神様でございます。関天廟です。ドゥン、モチです。はい。関天廟なんだけど、この時間はやっぱりもうね、電気が消えてまして、あの門だけはね、派手。はい、そうなんですよ。ここね、関天廟の何であるかっていうのは、ここに書いてあるっぽいんだけど、もっちもう鳥目だから全く見えないんですが、見える？なんでこの関天廟が商売の神様になったのかっていうのと、そのね、関羽さんの来歴みたいなことが多分書いてあるっぽいんだけど、見れた？マッチ君さん、ありがとうございます。はい。あ、ここやったね、人通り。大丈夫だよ。楽しそうやね、みんな。友達パークさん。はい。ちょっと上まで上がれるかな。お邪魔します。カモさん、すいません。お休みのところ、ごめんなさい。あ、階段怖い。階段怖いけど、ちょっとゆっくり上がろう。マッチ、上までは行っていいのか。誰こんなとこにゴミ捨てたの。ちょっと、罰当たりよ。捨てたやつ全員貧乏になーれ。はい、よいしょ。うん、マーチ。あー、いい、かっこいいね、これ、なにこれ。あー、めっちゃ映えな、わーい。すいません、カオさん、お邪魔してます。屋根の飾りすごくない？どうなってるもちかな？龍がいるの？ねえ、装飾がすごい豪華でございます。異国情緒、さすが商売の神様も。ドゥドゥン。あの、撮影禁止とか書いてある？大丈夫？あ、節電でライトアップを控えめにされているそうです。はい。ここがもうギリギリかな。ギリギリモッチ、いやー、かっこいいですね。でモッチなんかドジムよね。こうフィギュアっぽいからかな。あ、ここでお参りした方が運気が上がる。お賽銭投げられないよ。きっとお賽銭投げないと効果ないモッチなんじゃない？しかもモッチ両手に食べ物を持っていて、こんなのでお参りに来たらバチ当たっちゃうね。ごめんなさい。じゃあモッチ、あのゴミ拾いしていくから許してもらえるかな。あの、メモを閉じずにお辞儀だけで持ち上げない。もっちの周りの人がみんな幸せになって、もっちも幸せになーれ。そしてこのチャンネル登録している人たちはもっと幸せになーれ。チャンネル登録してない人は、貧乏神が取り付きますように。はい。もっちチャンネル登録してね。じゃあね、あのお願いした分ゴミ拾いをしていこう。あれ、ゴミどこ行った？ゴミどこ行った？見失ってしまった。あれ、ゴミどこに行った？ここだ。よいしょ。もう茶段差が苦手なのでね。でもやだな、ちょっとタバコのゴミが落ちてるんだけど、タバコのゴミ拾ったもちが持ってたら、もちがタバコ吸ったみたいになっちゃうからね。あ、あの登録してくれた？よかった。もち悪口言われてる？よいしょ。よいしょっと。ホラーじゃないよ。こっちだよ。はい。もちもち。ねえ。いや、わかるよ。暗闇で見るもちはほら、怖いでしょ。うん、ちょっと。はい、きのう。これね。これね。これがこうして。ここを持ってね。こっちを持ってね。もっちが完全に不審者じゃない？あ、お布施です。許してください。ありがとう、嬉しい。ナイスパーナイスパーナイスパー、ありがとうございます。あ、もしかしてどこかで他にもスパーチャーいただいてたのをもっちは見失いましたか？
大丈夫です。じゃあ、あのちょっとね、ごめん、お仕事帰ります。よっちゃんじゃないからね、このタバコは。吸ってないよ、吸ってないからね。ゴミが消えた、タバコのゴミが消えた。あった、はい。誰ですか、こんなところで唐揚げくん食べたな。もうこのゴミを拾って帰りますので。いや、ちょっとどうしよう、この瞬間を誰かに見られたらモッチが丸ボール釣ってるみたいでちょっと嫌なんだけど、はい、証拠隠滅。よし、はい、オッケー、お待たせしました。はい、じゃあ行こうと思います。はい、でちょっとここまで来たもののですね、ちょっとそろそろモッチの電池が、よいしょ、怖い怖い怖い、ちょっと待って、ちょっと待って、とりあえず降りたい、とりあえず降りたい、よいしょ、もち、はい、到着。はい、ほんとね、電池がスタート時で 60% しかなかったので、多分そろそろ、そろそろ年貢の納め時もちだと思います。はい、なのでなのでなのでちょっと来た道をちょっと戻って、で正面のところで解散にするか。そうしよう。あ、もう一個のとこから行ってみる？せっかくですね。まあいいか。ちょっとややこしくなるからもう元に戻ります。はい。というわけでこのね、探偵廟さんの側面を暗くて怖っ。もち。もちもち。はい。で、やぶみたいになって。なんだって ?60% から始める。そうね、そうもちね、そうだってね、もうね、時間がなくてね、充電に間に合わなかったんですよ。申し訳ない。8時半とか9時からって言ってたから、あ、もう9時過ぎたもっちと思って、いつもね、あのお家でやる時も大遅刻魔なんですが、はい。でもね、ほんと外配信楽しい、なんか不思議なことがいっぱいあるし。もちん、暗いとそれはそれで興奮する、どういうこと。暗がりのもちはね、確かに心臓に悪いかも。わかるよ、わかる。うん、あれ、暗闇だと怖いって言われても仕方ないなって思います。うんうん。そこは認めるよ。ここは新宿か、かっこいいね、名前は。聖火園、ここすっごい昔に1回だけランチで行ったことあるような気がするな。でもなんとか園とかさ、なんとかろうとか似たような名前いっぱいあるからね、ちゃんと覚えとかないと分かんなくなっちゃう。あ、なんかいい感じ。待って待って、いいね、チェック会楽しみ。あ、でもまだ全然普通に営業してるお店も、食べ歩きのね、お店はある道ですね。思ったよりなんかのベイスターズのお客さんたちはもう流れてこない道なんですね。そっか、球場で結構もうビール飲んだりとかね、枝豆食べたりポテト食べたりするから、中華街に行こうっていうほどお腹が空かないのかな。あ、こんにちは。今 YouTube やってます。バイバイ。お姉さんも美人。バイバーイ、またね。ごめんね、持ってるから手が触れない。バイバイ、モッチー。可愛かった、しりっこちゃん。夜道で全力で追っかけてくるモッチ。あ、でも、あ、ベイスターズの皆様が、まさに、あ、ちょうど終わったところなのかな、もしかしてね。今ちょうど、そのコスチューム、違うな、ユニフォーム、ユニフォームを着た応援して帰りかなっていう感じの方たちがたくさんいらっしゃいます。そっか、だからまだね、その食べ歩きのお店は開けてるもちなんだよね。いつもね、この時間から終電までご飯食べて帰ろうって感じには多分ね、球場でも多分横浜公園のとこ、この間見た時にいろんな屋台がキッチンカー出てたもんってなんですよ。
なので、はい、というわけで戻ってきました、モッチー。あ、もうちょっと盛れてるね、いい感じ。わー、なんかあそこみたい。あのちょっとあれを一瞬思い出しちゃった。あのなんだっけ、なんだっけ、あの道後温泉の、全然違うか。道後温泉行きたいな。あそこはすごくいいところ。そしてあのタルトが美味しい。はい、というわけでこちら、はい、中華街最初のスタート地点に戻ってまいりましたです。もちもち、あ、お店が閉まったから、もちの顔が暗くなってしまったけど、はい、というわけで、あ、なんだかんだ1時間以上やってたんだ。今30分で終わる予定だったんですが、電池って長持ちするもちだ。え、配信されてるよね、されてるよね。はい、というわけでここちょっと暗いですが、プロレスラー復帰して愛媛プロレスに呼ばれた。愛媛プロレスはどんな感じ、盛り上がってる、どうなんでしょう。まだちょっとね、あの拝見したことがないんですけど、ドアップ買い持ちありがとう、うち、はい、こっちが明るいからこっちにしようかな。はい、というわけで、本日は生もっちー散歩、横浜中華街をちょっとねぶらりもっち旅してみましたけども、いかがでしたでしょうか。ワンフーチンさんの小餅もちと、このね、あ、混ざって色がちょっと薄暗いから色が分かんないんですけど、いちごとタピオカと今日いろいろあったね。そうだね、タピオカとナタデココと牛乳が入っててすっごい美味しいです。パンダを串刺しにしています、かわいい。はい、 ありがとう、気をつけて帰ります。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとう、もち。来月短食先生来るんだ。そうなんだ、リーナさん、コンバースも素敵ですね。靴ね。あちもちまたね、ありがとう、リコさんありがとうございます。はい、もち配信はまた、パンダだよ。もち配信はまた来週の日曜日の夜の予定になってます。そして金曜日は、あのね、先週はルキちゃんがね来てくれたんですが、あのオノデンのスタジオに、実はパンダ好きなんですね、よかった。ユミオさんありがとう、優しい、ありがとうございます。はい、オノデンさんのスタジオがなんと急になんですが、あの今月いっぱいで終了ということになったらしくて、で新しいスタジオを探したりとか作ったりするまでの間は、秋葉 TV さんの事務所、もしくは違うところ、秋葉原なのか秋葉原じゃないのか、まだ何も決まっておりませんが、噂はちょこちょこ出ています。はい、なので毎週金曜日の今のところ17時からっていうのは変わんないんですけど、今後またね何かしら変更とかいろいろあるかもしれないんですが、ジャニーさんありがとう、娘さんもありがとうございます。はい、引き続き応援のほどよろしくお待ちです。はい、というわけで、なんか今週からはちょっと気温もね、明日はまだ暑いのかな、火曜日ぐらいかな、随分雨も降ったりとか寒くなったりとかするみたいなんだけど、気をつけて過ごしてください。はい、9月のね、10日11日はもっちは渋谷でライブもありますし、17日は多分、幕張の方で何かあるかもしれないし、そして23からはちょっと海外の方に行くかもしれません。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうもちでした。スパちゃんもありがとうございます。久々に1時間半ぐらい長めの配信だったんですけども、はい、もしかしたらまた来週は秋葉原に、じゃないや、来週の日曜日も中華街から配信するかもしれないので、はい、もし見かけたら何かご馳走してください。よろしくお願いします。はい、現地差し入れもお待ちしてますよ。はい、というわけで、そろそろ帰りの電車がねありますので、皆さんも今週も
まあ、そんなに無理せず、体調悪い時は休み、お腹が空いたら食べ、眠くなったら寝て、本当に無理せず、生きててご飯食べて美味しくてもういいじゃない。いや、それだけじゃないんだけどね。まあ、一個ずつできることから、できることからやりましょう。ね。はい、というわけで最後まで本当にありがとう、モッチー。じゃあ、この辺で、バイバイ、モッチー。ちょっと、押したいんだけど、今持ってるから、ストップが押せないんだけど、どうしよう。ちょっと待って、どっかに置かせてもらおう。置けるのかな。ちょっとお邪魔します。ちょっとだけ、ここは置ける、やった。甘栗屋さんに置かせていただきました。あ、本当だよ、生きてるだけでいいと思う。サケッチョリさんもありがとう。はい。ではでは、チャンネル登録していただいている皆さんにだけ、いいことがたくさんありますように。じゃあね、バイバイもっちー。おやすみなさーい。じゃあねー。もっちもっち。気持ち。じゃあねー。チャンネル登録してない人はまさにしてね。きっと貧乏神があなたの元に取り付きに行っちゃうよ。じゃあねー、おやすみおうち。後ろに見えるのは警察署です。じゃあねー、おやすみー。ありがとう。